国務大臣は日本の内閣に期間限定で置かれる国務大臣。現在の正式名称は国務大臣。通称、略称は国際博覧会担当大臣、万博担当大臣、万博担当省、万博大臣、万博省など。2018年11月、2025年日本国際博覧会開催が決定したことを受け、 同年12月21日付で経済産業大臣としての所管事項として2025年に大阪府において開催する国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため行政各部の所管する事務の調整担当を担当することとなり経済産業大臣世耕弘重が新設される国際博覧会担当省を兼務することとなったこの兼務状態は 内閣改造後の菅原和姫、梶山博氏まで続いた。2019年に平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律が制定され、2020年9月16日に施行されたことにより、内閣に国際博覧会推進本部を置くことになり、 内閣総理大臣の命を受けて、博覧会の円滑な準備及び運営に関する、施策の総合的かつ集中的な推進に関し、内閣総理大臣を助けることをその職務とする、国務大臣大臣を国際博覧会担当大臣と位置づけた。2020年9月16日の菅義偉内閣発足に伴い経済産業大臣の国際博覧会担当の兼務を解き、 井上真司が担当専任大臣として入閣した。ただし、発令上は、井上真司は内閣府特命担当大臣であり、2025年に大阪府において開催する国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため行政各部の所管する事務の調整担当を担当を命じるとされており、兼務の形になっている。なお、内閣法不足大参考により、 推進本部が置かれている間は、国務大臣の定員が1名増員されているが、国際博覧会担当大臣は、現在のところ他の多くの担当を持つ、内閣府特命担当大臣が兼務となっている。なお、特別措置法の規定により、推進本部が解散する2026年3月31日までの期間限定の閣僚ポストである。ありがとうございます。